3位ナシオ BE は、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオに、本拠地を置く、野球クラブ。1950年代初頭に設立され、リビシオンでオノーリに所属している。2019年のコパデルレイ決勝の CBS3、ボイセン1950年代初頭には、ペドロアルダイによって、ビルバオのデウストクサーにナシオ地区に3位ナシオキロル、エルカルテアが設立された。 当時のビスカヤ県にはサン・位ナシオの他にもいくつかのチームがあり、地域リーグ戦が行われた。1950年代後半には、サントゥルセノビルバオ港に寄港したアメリカ海軍の船員チームと親善試合を行い、サン・位ナシオは試合に敗れたものの、友好の証として粉ミルクの箱を譲られた。2010年にはコパデルレーでベースボールで決勝に進出したが、 テネリフェ・マーリンズに初優勝を阻まれた。2017年シーズンには20人の選手が在籍していたが、バスク州出身者が7人、ベネズエラ出身者が10人、キューバ出身者が2人、ジャマイカ出身者が1人であり、バスク州以外のスペイン出身者はいなかった。2018年には、リビシオンデオノールで20勝12敗の成績を残し、テネリフェ・マーリンズとバレンシア・アストローズに次ぐ過去。 最高位の3位でシーズンを終えた。2019年には、ディビシオンデオノールで20勝8敗の成績を残し、テネリフェ・マーリンズに次ぐ過去最高位の2位でシーズンを終えた。同年のコパデル・レイでは9年ぶりに決勝に進出したが、c b s サンボイに初優勝を阻まれた。ありがとうございます。